今日は突進さんとゲームやるんだけども、ちょっと突進さんになんかしたくない？そうですね。なんかさ、意地悪したいよね。ドッキリしたいなと思ってて。はいはいはい。僕たちにできるドッキリって何かなってなったら、実はカップルでしたって多分すぐバレそうだと思うんですよ。そうですよね。まだ日が当たってないですし。そう。だからなんか実は妹でしたドッキリを考えてるんですよ僕は。はい、いいと思います。できます、リンゴさん。そうですね、要は人狼ゲームみたいに人狼じゃなくて妹って思い込めばいいんですよね。すげーそうそう、それでちょっと突進さ、今フォートナイトプレイ中ってディスコード書いてあるけど、ちょっと今から呼んでちょっとやってみません、はい、いいですね。どんな感じで進行します？なんかとりあえず楽しくゲームやりましょうみたいな感じでちょっと誘って、はい、まあプレイ中、まあ実の妹がいますけど、僕アイリって言うんですけど、アイリさん、そうアイリって言うんだけど、アイリそうじゃないって、あ名前言っちゃったみたいな感じで、あ実は妹なんですみたいなカミングアウトして、まあ突進さんはどう出るか、どう考察するかってことですよね。反応めっちゃ楽しみだな。楽しみ楽しみ。なのでちょっと実際呼んでみてやっていきましょう。はい、やっていきましょう。ウェイ。お疲れ様です。お疲れ様です。突進さん。すいません。お久しぶりです。お疲れ様です。お久しぶりです。なんか今日は、はいはい、ね、楽しくちょっとフォートナイトをやる映像が欲しくて。あ、ぜひぜひ。なんか特に企画とかないんですけど、なんか、はいはい、とりあえず楽しくいようねっていう感じでお願いします。了解しました。ボキシングさん、リンゴさんでいいですかね。はじめまして。あ、はじめまして。そうだそうだ、忘れてた。紹介しますね。忘れないでください。はじめまして、リンゴ星人と申します。リンゴ星人さんっていう、なんて言ったらいいんですかね。あ、リンちゃんで大丈夫です。リンちゃん。はい。あ、了解しました。みかんでお願いします。あ、私、トシンさんで大丈夫ですか。あ、もう、何でも、呼び捨てでも何でも。わかりました。クソ熱波でいいんですか。それはダメや。じゃあ、今回も、ビクトリーロイヤルをね、ちょっと、みんなで楽しく。よろしくお願いしますね。あ、よろしくお願いします。おーすげー。リンゴさんにボクシングさん、僕は建築全くできないのでよろしくお願いします。あ、オッケーです。了解です。なんもない。この建築できない初心者がいてもあれなんですかね、ビクロイはできるんです。ビクロイは取れますよ。取れますね。やりますね。やりますね。これ何ソードなんです？ボクシングさん持ってるソード。あ、これはあれですよ。クワ、クワですよ。あ、クワでも課金だとそんな風になるんです。そう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 。すげえ。これかっこいいっすよね。かっこいいですね。うちの兄さんの、クーラー兄さんの部下のサウザーがそういう感じの武器持ってた。ごめんなさい、トシンさんに言いにくいんだけど、僕ドラゴンボール知らないから。なんでっすソード欲しい？このソード、ほら。お、サウザーのソードですね。デスビーム、ほらほら、デスビーム。サウザーソードで、ね、検索したらそれ出てきますよ、僕。デスビーム。デスビーム。これ戦う敵間違えてますよね。あれ、敵が本当にな、やばい。どっか行きますか、移動します。移動しましょうか。移動しますよ。ちょっとアイリー、あ、アイリーって言ってた。おいおいおい。リンゴ星人さん、リンゴ星人さん、ちょっと運転して。わ、はい、かりました。本名言っちゃったんだよね。大公開じゃん。リンゴ星人さんあるんだ。僕の本当の妹なんですよ。え、本当に？マジで。アイリーって言うんですけど。マジで。あ、マジなんです。そう。
兄弟なんですか。私はてっきりナメック星人の妹さんかと思ってる。誰やそう、リンゴ星人さん妹なんですよね。ほう、でもいいですね、兄弟で仲良くゲームできるなんて。兄弟っていうことはあれですよね、あの炭治郎と禰豆子ってことでいいんですよね、今回。そうなりますね。痛い、めっちゃ撃たれてる、面白い。いやちょっと待って、リンゴ選手ちょっと低くして、コード低くして、運転変わって、ね、早くちょっと早く落として、これまずいですよ、まずい。あいやうわぁ、てかこんな形で、コミュってか、この兄弟関係を言っちゃって大丈夫でした。いや、トシさんには大丈夫でしょ。そっかそっか。本当の兄弟なんです。本当、本当の、本当なの。ここ使えないんだけど、動画で。あ、はい。完全オフレコ。あ、そうなんですね。うん、本当に素晴らしい、素晴らしい。なんか、あれじゃないですか、兄弟って言っちゃうと、なんかその、確かに確かに、リンゴ星人の動画がやらせなんじゃないかって言われちゃうから、うんうんうん、それはなんかちょっと避けたいかな。そうですね。意外です、この兄弟って。めっちゃ意外でしたね。じゃあうまく騙せてますね。え、いくつ年が離れてるんです。2つです。ほう、やはり禰豆子と炭治郎ですね。痛い。ん、気をつけて。あ、溺れる。助けに行く。死んでもうた。これ助けるのってどうやるんですか。あいやー、ごめんなさい。あ、私も死ぬな、これ。死んだ。死んじゃいましたね。まずいな。これかなり不利ですよね。ナイス。すごい。動いた。あの、こうも動きが違うんですか、僕。勉強になりますよね。やばすぎ。ほら。やばい。あ、すごい。ないわい。ロビー戻りましょう。はい。あれ、なんかとしさん、なんか気がつけません、なんか今日。ん？今日？うん。なんか今日いつもと違うの気づきました。なんか裏で企画してたんですよ。え？わかりました。これドッキリってやつですよね。なに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 。何？何をやってたんです？全く趣旨が分かんなくなってきましたよ。ちょっとリンゴちゃんとあることを突進さんに言ってたんですけど、ほうほう、なんか気がつきませんでした。あいつブサイクとかそういうことじゃない。ひどいひどいひどい。そんなこと言ってないわ。どういうこと、どういうこと、全然わかんない。わかんない。新さんをちょっと騙してたんですよ。ほうほう、うん、どんな風に。もしかしてリンゴちゃんが初心者じゃないとか。いや、初心者は初心者なんですよ。はい、そうですね。兄弟。うんうんうん、兄弟です、じゃない。兄弟じゃない。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。あー、正解。あ、そうだったの。そう、今回ちょっとリンゴちゃんとちょっとフォートナイトをするにあたって、ちょっと何ができるかって言ったら、ちょっと付き合ってますドッキリだと、はいはい、すぐバレんじゃないのってなったんですよ。そうそうそう。そう、だから兄弟ならワンちゃんいけんじゃないかなと思って。リアリティあります。どうでした？若干若干
100% 信じてくれたから。本当は私バリバリ2人のことをいじり倒そうと下ネタ準備してたんですけど、兄弟だったらこれ言うのまずいなと思って聞いてましたよ。